いざ参る! あなたが劉備軍の軍師諸葛亮殿か周瑜殿すべては先だってお送りした書簡の通りまあ固い固い共に戦おうという話をするのにそう構えることはないそうでしょう周瑜殿<笑>そうだなロシク 書簡には目を通したなるほど劉備殿にも我ら孫悟にも理のある話だ曹操の勢いをくじき時を得るそこに我らの利害は一致するだがそれが全てではあるまい例えば我ら孫悟とは違い劉備殿には寄って立つ地がないそれこそがあなたの狙いではないのかまあまあ全てを語るなど無理なことならばそこには触れずにだなだが我ら孫悟としても この同盟は望むところ決戦の地は赤壁我らの地位をもって曹操の大船団を沈めるのだ大都督周囲この一時の名簿どこまで読まれているかいいえ今はこれが唯一にして最善の道全てはこの一戦の勝利から始まるのです遠慮南方より曹操軍が上陸祈祷所に向かい進軍しています祈祷所が狙われているのか諸葛亮が危ない急いで助けに行かねば承知しました諸葛亮殿も劉備殿も私がお守りします諸葛亮こっちから したのでしょうか報告祈祷所に今敵船が接近していますジョジュが言っていた諸葛亮とは貴様かその力
千葉チーたちが試してやるとしたら曹操軍の新しい軍師ですか。何ならぬ再起の持ち主のようですね。ほう、そこそこできるようだね。次に貴様と戦う日を楽しみにしておこう。鮮やかな引き際ですね。芝中断覚えておきましょう。先ほどのものを序章がお口にしていました。ならば本当の方も危ないかもしれません。敵の船を伝え敵船団に渡りましょう。宝刀を助け連艦の計を成立させます。さすがです。その調子でお願いします。いやでやでちょいとあいつには今勝ちすぎたイメージだ。それが東南の風と連艦の計です。連艦の計とは船をつなぐ再会を妨げる計。騒動が重なりましたが果たして助けてくれんかね。今はこの超軍軍がお相手しよう。恐れているか。ここは一度引かせていただく。いや、なんでか上将が曹操軍にいてね。連艦の軍、大事なとこを外されちまったよ。ついでに高校の敵全部倒してくれんかね。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。すまぬ、今の俺は曹操軍の将だ。君を通すわけにはいかん。劉備殿に敵対するとなぜ。諸主殿言うとならん。どうかそこを解かれよ。おお、よくやってくれた。まだ無理。受けてみろ。ああ、これは未熟だ。やっぱりどこか気の迷いがあったか。ではこの船をつなぎましょう。これで連艦の計は完成です。よし、諸葛亮らの準備は終わったようだ。歩兵戦行け。やらいでか。曹操軍よ、我らが闘志の炎を喰らえ。Oh!
元へは行かせん。さすがです。その調子でお願いしますよ。どうか無事にここを出してくれ。この炎こそが劉備殿の道を照らすかがり火ですね。さあ行きましょう劉備殿。次の戦はすでに始まっています。え、もう行っちゃうの？ああ、すまない諸侯殿。いずれまたお目にかかることもあろう。劉備殿。おお、上昇か。あの日劉備殿と共に深夜をかけ、今曹操の陣からこの石壁を見た。俺は自らの心を欺いていました。俺があるべき場所はここなんです。孔明のように策の実現に徹しきれない俺は甘い人間ですけれど、俺を使ってください劉備殿。俺もあなたの道を照らし一緒に。ようやく言ってくれたな。待っていたぞ上昇。私と共に歩んでくれ。